アモミ型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。分類上は PM 型、交渉船系は350トン型。海上保安庁では昭和54年度計画より350トン型 PM の更新用として500トン型 PM の建造に着手し昭和62年度までに14隻を建造した。これは従来の350トン型の系譜に属しており 線形を拡大して、炭鉱性を向上しているが、速力は従来通りの18ノットとされていた。平成3年度では、なぜ海上保安部所属の350トン型巡視船、奄美の大船が計画されたが、密漁船、領海審判船の高速化への対処や、事故現場への進出時間短縮を目的として、高速化が施行されることになった。 これによって建造されたのが本型である。九州南西海域工作船事件で銃撃を受けた、天見船橋全面蒸気の経緯から、PM 型巡視船としては、前例がない25ノットという高速が求められたことから、反滑走型の V 型船形が採用された。船体は高張力鋼、上部構造はアルミニウム合金として軽量化を図っている。 また上院居住区や操舵室を船体中央部に集中配置することで疲労軽減を図っている。これらの手法は、後の高速巡視船にも反映された。しかし、PM-95、アマが九州南西海域工作船事件で銃撃を受けた際に、船橋構造物を多数の弾丸が貫通して3名の負傷者を出しており、アルミニウム合金構造の防弾面での不安が、 顕在化した。なお事件後、銃撃を受けた、天見の船橋全面外壁は修理のため取り外され、国土交通省本省での展示の後、海上保安大学校資料館に教育用として、保存、展示されている。主機関としては、セムットピルスティック製4サイクル V 型16、気筒ディーゼルエンジンである 16PA4V-200VGA を、新潟鉄鋼所が、 ライセンス生産し、両弦二軸,軸に各一機、軽二機搭載している。推進機は可変ピッチプロペラである。並走としては 20mm 多重新機銃が搭載される。当初は手動式の JM61M であったが、九州南西海域工作戦事件の教訓もあり、後に赤外線捜索監視装置との連接によって、目標追尾型遠隔操縦機能を備えた。 JM61RFS に換装された。搭載艇としては、煙突の右辺側に複合艇を搭載するほか、船尾には5.5メートル型高速警備級難艇のためのスリップウェイを設置して、航行中であっても迅速に押収できるようにしている。なおこのスリップウェイ上の高速警備級難艇は、九州南西海域工作船事件で、更新全速をかけた際に、 波で破損しているが、通常の運用では実用上問題ないとされている。なお、九州南西海域工作船事件で活躍した、天み及び乗組員は、長官表彰を受け、船橋ウイングに記念プレートが飾られた。また本来は、巡視船艇の船名は、転属に伴って解明されるが、九州南西海域工作船事件に従事した。 甘みはその功績から例外として転属後もその名を止めている。ありがとうございます。